武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは、宮崎大学の英語の入試について話していきたいと思います。英語はですね、まず医学部の英語に関してですが、時間90分で大問が3題、出題されております。でこれは2016年の大問数で、15年、14年、13年、12年、11年とそれぞれ年度ごとに大問がバラバラ、また出題形式もかなり、バラバラとなっておりますので、まあ、傾向に合わせて対策するということが、かなり難しい大学となっています。ただ、それでも、ほぼ確定で出る、ものとしては、和文英訳、自由英作文、まあ、あとは、英文和訳ですね、こちら、はしっかりできる必要があると。で長文に関しては選択問題、なども、出題されたり、まあ、並べ替え、だったり、内容説明だったり要約だったりと、まあ、様々な、バリエーションが出てくる、まあ、ですが基本的にこの問題に関してはどう出ても対応できるという、まあ、様々な問題のパターンに慣れておくことと記述力を鍛える、まあ、この2つが基本になってくるかとは思います。で、英文のレベルとしては、まあ、長い文章が出ることはあるのですが文章そのものの難易度は、そこまで高いわけではありません。ただ資料の読み取りなどが、出ている年度もありますので、まあ、これに関しては、まあ、その場対応力というのが割と、大事になってきます。まあ、そういう意味で余裕がある人は例えば、まあ、小論文だったりのようなそのお題が何が来るか分かってないようなものでちょっと、読む練習をしておくってことをやっておくと対応はしやすくなるかもしれません。まあ、英語の長文のレベルとしてはですね、まあ、マーチレベルの長文が完璧に読めれば、十分対応できる、レベルではあります。で、まあ、武田のマーチで毎年出る品質英語長文などのやり込みプラスできれば国公立標準問題集キャンパスなので、国立形式の問題に慣れておくことが必要でしょう。それに加えて、英文和訳演習、こちらですね、まあ基礎は必須、中級もできればやっておければいいかなという形ですね。で英作文に関しては、まあ、英作文のハイパートレーニングの和文英訳と自由英作文ですね。で、まあ、どちらも出る可能性があるのでしっかり両方やり込んでおいた方がいいですし、まだ実際過去問といていろんなバリエーションに慣れておきましょう。はい。で、まあ、小論文などの対策、もし、いろんな文章に慣れておきたいという意味で、まあ、ちょっと、触れておきたいということであれば、まあ、文章のテーマという意味では、まあ、長文のリンガメタリカ、まあ、単語帳ですね、話題別英単語リンガメタリカ、だったり、まあ、医師薬系の英単語などで、まあ、理系の、まあ、医薬系の、テーマに慣れておく、まあ、このあたりかなとは思いますし、資料の読み取りなど、やっておきたければ、まあ、自然科学系の小論文のネタ本など、やっておけばある程度対応はできるかとは思います。ただこのあたりは時間に余裕があれば追加でやる程度のものなので、根本的にはマーチレベルの長文および、まあまあ、記述練習ですね、和訳と英作文と、であと国立の形式である、まあ、キャンパスなどで鳴らすことを優先してください。はい、それでは、医学部、医学科以外の英語ですね。こちらに関しては時間90分で大問が5題、出題されております。で大問5題の内訳は、1題が文法、1題が会話、こちらどちらも、まあ、空所補充、まあ、選択番号で選ぶ形ですね。で、読解問題、2題、英作文1題、で2014年には英作文が、ね、和文英訳も出て2題出てた、こともありました。で英作文の書く量は割と多め、ですね。でなので、まあ、自由英作文の対策は必須、となります。で、読解問題に関しては和訳、空所補充、内容説明、まあ、書き換えなど、まあ、一般的な国立の、記述問題、の構成ですね。ただそのものによっては結構書く字数が、まあ、内容説明なんかは長かったりもしますので、まあ、これらの練習はしておいた方がいいでしょう。で、まあ、書く量に対しての制限時間というのは割と厳しめなので、まあ、時間内に解ける練習というのが非常に重要になってきます。はい、なので対策、まあ、やり込む参考書としては、まあ、国公立標準問題集キャンパスですね、こちらで国立形式の問題に慣れておく。で、文法会話に関してはこちらはまあセンターを突破できている前提であれば、要はネクステージなどの一般的な文法書をしっかりやっていれば、十分対応できると。でそれだけでちょっと不安という場合は英文法ファイナルの標準編などをまあ追加でやっておいてもいいかとは思います。で長文に関しては先ほど言ったように、まあ、キャンパスで対策する。でもう少し長文、ちょっと難易度高めなのも対策したければ、マージレベルの長文を、触れておけばいいかとは思います。で、
あとはまあ英作文ですね。こちらに関しては和文英訳、十英作文両方ともしっかりやっておきましょう。まあ、十英作文だけやるっていうのはちょっと難しいので、和文英訳と十英作文両方やると。で内容説明、こちらに関して、まあ、キャンパスで練習できるんでそれで、足りるとは思うんですが、まあ、日本語、で回答を書くこと自体に慣れてないという場合は、まあ、現代文読解力の開発講座など、追加でやっておくとやりやすいかとは思います。以上が英語の勉強となります。